はい皆さんこんにちは村長です今日はスタジオワンのバージョン5.5というのがリリースされました2022年の1月の12日です今回はプロジェクトの方でもかなりのバージョンアップがありましたがどのユーザーにもメリットがあるというものは約10個ぐらいでしょうかただし 本当に便利な機能もありますので、皆さんが使ってる使ってないにかかわらずこれは目玉だと思ったようなお話をまとめてさせていただきます全体的には30ぐらいのアップデートが行われたということになっていますまず今画面にあるのはプロジェクトのページですプロジェクトの方は皆さんあまり 見たことがないという方もおられるでしょうけれどもまず1個目はオートメーションがここで書けるようになったということです左側のところが少し様子が変わっています例えばこのトラックをこのように設定しますここには基本的に4つのトラックがこのようにマスタリングされた後で僕はここに呼び込んでいます そしてここでオートメーションのモードを左側でこうすると普段はこのようになってたんですが新たな機能としてここにオートメーションの機能がついたということになりますここでボリュームのオートメーションを見てみましょうこのようにボリュームのオートメーションを書くことができます申し上げの段階ですので例えば こここんなななうに大きく描くよととははいと思い思まます。す。れは一旦クリアしますボリュームの場合はちょっと気になったようなところを拡大をしましてそして底の部分を若干上げるとかこういうような形で気になったところをいじるというようなことになるでしょうけれども 例えばこんな使い方もできます。このトラックのところにはインサートとしてこのマルチバンドのコンプレッサーを入れています。こんな感じですね。そしてオートメーションの方はここでこのマルチバンドのローですね。一番低いところの圧縮率。これを 制御するようにしています。例えば、こういうことです。そうしましたら、この緑のオートメーションラインで圧縮率を上げるということになると、ここでこのように上げることになります。再生をすると、ここの部分でこのレシオが変わっているのがわかりますね。 もう一度はいもっと上げてみますはいこのようにここの部分だけ圧縮率を上げたいというようなそういうようなこともオートメーションでできるようになったということですそしてさらにこのように右クリックをしましたら ソングのエディットの中ででもありますように、このゲインエンベロープというのが書けるようになりました。そしてそれができましたら、ここでゲインエンベロープを書くことができます。オートメーションと違うところは、こうやって波形がこの場ではっきり確認できるところです。このようにしてゲインエンベロープを書くことができます。 またそこで右クリックをしましてそしてバイパスをするとこのようにすぐに変更が確認できますもちろんエンベロープを取ってしまうこともできますこのようにしてゲインエンベロープという機能もソングと同じように扱えるようになりました あとはここにマスターがありますこのマスターにも以前にこれはやったプロジェクトですけれどもリミッターを入れてあったり分析用のソフトをこのように入れてあったりします今回これもソングにもありますようにリッスンバスというのが見れるようになりましたオーディオインターフェースのアウトプットが例えば34とか56とかある人は そこにヘッドホンやアンプをつないで全く違うルーティングで音を聞くことができます。それができるとどういうことがいいかというと、こちらの方にはミックスチェッカーというこういうソフトを入れてあります。これはスマホで聞いたらどうだろうとか、イヤホンで聞くとどんな風に聞こえるだろうかというようなことをチェックできるソフトウェアです。 こういうソフトウェアを通して聞きながら音源自身を先ほどのようなオートメーションなりイコライダーなりを入れて調整していくことになりますがこれは基本的にリッスンバスなのでそのデータをいじらない限りは全く違うルーティングでミックスダウンには影響がありませんミックスダウンは ここのマスターに入れてあるインサートなどが影響してそして最後のマスターを作るということになります機能的には素晴らしいですけれども僕がなぜここに着いたのかというのが気になるのがデジタルリリースですまあスタジオワンとしましてはこのプロジェクトを利用して最終の ミックスダウンをさせようという気持ちもあるのかわかりませんけれどもこちらの方に新しくラウドネスという項目ができましたここでこのラウドネスの設定をチェックを入れておくと例えば YouTube の方で出せばどうだろうかとかそういうことが変更できます例えばこれで Apple Music は -16 LUFS というのが推奨としてされていますがそこにターゲットを落とし込もうという発想ですいわゆるここでラウドネス管理をして最適な音圧で出力しようという考え方ですまあこの頃はこれを使わなくてもほとんどプラグインなどをお持ちであったりするのでここで本当に必要かどうかわかりませんが せっかくこういう機能をつけたのであれば、この普通のソングスの方のミックスダウンですね。このミックスダウンのここにもつけたら良かったんではないかなというふうに僕は感じています。このようにプロジェクトのところで僕がチェック項目として挙げたのはこのぐらいのところです。 次は通常のスタジオワンのソングページのお話に戻りますこのようにナイロンギターの音源ですはいこんな感じの音源が入れてありますが ギターーのストロークを作れるようになりましたそれはどういうことかと言いましたら例えばこの第1小節目の音符をこのように選択をします選択をしましてここが Mac と Windows では状態が違うのかもわかりませんが例えばダウンストロークであれば一番上のこの音符ですねこの音符を 一旦押します。押した後に、コントロールとオルトを押します。押して右にずらすと、このように、前がストロークのように、段階を得てストロークができるように変わります。微妙なことをやりたいときは、このスナップは切っておく方がいいかもわかりません。もう一度やってみます。 選択をしまして今度はアップストロークをするときは一番下を押します今押してます押したあとでオルトとコントロールを押しながらこのようにずらすと時差が起こってこのようなストロークを入れることができますここで、 二つのセクションをこのように選択します。そしてこの状態で、例えば一番上のところを押して、コントロールとオルトを押して、このようにすると、一緒にストロークはできますが、ずれの幅が違います。これも改善してほしいところですね。こうやってやれば、 全部が同じようにストロークできれば案外いいんでしょうけれども後ろの方は遅くなっていますここらのところも回転が必要かもわかりませんですからこれはやろうと思えばこうやって一つずつやるしかないですね 音程のこともありますのでしょうがないのかもわかりませんがこのようなストローク機能がついたということになりますまだまだ改良の余地はあると思いますそして例えばスケールが C のメジャーペンタというふうにスケールを設定しておけばもうそこ以外のところには音符を置けなくなります例えば そうですね、普通のミのところに今置きましたそして今ミのフラットに置こうとしましたがミのフラットには置けませんその隣もこういうふうになりましてこのようなスケール管理ができるようになっています今までこういう形の音源などで例えばこれが この辺にあるとしますちょっとこれ波が分かりやすくするために少し波形を大きくします例えばここの3つ目は合ってますよねここでカットをしますそしてこれをこの2小節の頭にしたい時に今まではこの先頭を頭に 伸ばすこれが今回はオルトを押しながらこのように伸ばすと前側をこのように伸ばしてストレッチができるように変更になりましたコードトラックに MIDI ファイルをドラッグするとコードを分析してくれる機能もできたんですがそれはあまり実用的ではないと思います 別にトラックに乗せてから分析してもいいわけであまり大きな意味がないと感じましたそれよりもすごくいいなと思ったのはまあ僕はあまり使わないですけれどもここでコードセレクターを選んだ時にフラット5とかそういうものができるようになりましたこういうことですね これが新しくなって、フラット5、シャープ5のテンションが新たに付け加えられるようになりました。曲の終わりをきれいに揃えたいような時にも、このように後ろがずれている場合、このイベントエンドにスナップというのにチェックが入っているとここで後ろを合わすようにできるようになりました。 今回のバージョンアップでかなり僕が嬉しい上位の機能です。これはもうできないことが不思議だというふうにずっとインパクト XT の解説でそのように話していたんですけれども例えばこのように音があります。はい。こういうような音がリムショットで入っています。これに よく似たた音を作りたい時今まではこの音のコピーを作ることができなかったのですがこれがここでコピーパッドというのができてそしてこのように新しいパッドに若干違うような例えばもう少しストロークが短いようなものを作るとかもう当たり前やりたいようなことが 今までできなかったのでこれはとっても便利ですあとこのパフォーマンスメーターのところに新しい機能としまして前回からプラグインのスリープを有効化ということでプラグインナップという機能が追加されましたこれはこの画面の下にありますようにここでデバイス表示というのを押すとこういうリストが出てきます そしてこれらは三日月になったりしてプラグインが CPU の負荷を低減できるような機能が新しくついたわけですけれどもそれを一つのプラグインごとに有効にするか無効にするかこれでそういう管理をできるようになったようですオートメーションの機能でとっても良くなったところがありますそれは このようにプラグインの名前がここに表示されるようになったことです。新たなプラグインをちょっと入れてみましょう。適当にここにインサートします。そしてそのパラメーターをここから追加削除で入れるとします。オーディオのインサートのところに AB というこのソフトのスイッチなどがあります。 これをこのようにしましたら、ここに ADPTR メトリック AB というのがここに表示されるようになりました。これをこのように切り替えたときに、ここでちゃんと表示が変わるということです。これが変わらないと、例えば今まではバイパスとかいうのはどのプラグインにもあったりしますので、 どちらのことかがよくわからなくなっていました。ここでエンベローブを展開してみます。はい。ここでもこのようにちゃんと表示できますので、これはとっても嬉しい機能です。このようにまだファーストインプレッションの状態ですけれども、スタジオワンのバージョン5.5無料でのアップデートですけれども、皆さんもいろいろ 使いこなしてバージョン5.5を攻略いたしましょう。長時間ありがとうございました。村長でした。